統合聖路から1906年1月4日は、日本海軍の軍人、最終階級は、海軍中将、陽明、鉄吉、福井藩士、東合遥かの息子として生まれる。1870年、大阪陸軍兵学寮に入学するが中退し、1878年7月、海軍兵学校を卒業し、商尉部任官、筑波官、官僚官、摂津、 流城などに乗り組む。さらに、不装分隊長、中艦隊司令官付、常備召艦隊参謀、海兵分隊長、八重山副長、金剛副長、海軍参謀部、第二会員、千代田副長、万寿艦長などを歴任。日清戦争時は、鳥海艦長、西京丸艦長を務めた。天城艦長、武蔵艦長などを経て、 海軍大学校で、戦火学生として学んだ。八重山艦長、墨園艦長、呉陳寿府参謀長、八雲海校委員長、同艦長、海兵教頭などを歴任し、1902年5月、海軍少将に進級した。海兵校長を務め、日露戦争では、第六戦隊司令官として出征し、公海海戦、日本海海戦に参戦した。 1905年11月、海軍中将となり、第4艦隊司令官、将艦会議議員を務めたが、1906年1月に死去。その生前の功績により、1907年10月、死死、統合安に男爵が遺贈された。統合正路、ありがとうございます。